聞こえた？でも殺し屋んじゃないよね。またちょっとずれただけだって。すぐに会えるさ。とりあえず行ってみよう。そっちじゃねえぞ。え？山があったら普通登るでしょ。そら、高いところ好きそうだもんね。当然。おい、行くよ。こんなとこ来たことないよね。そら、やっぱりここじゃなかったのかな。おーい、ヘラクレス。虫ずが走る名前を呼んだのはどこのどいつだ？まったく、なんでこんな山の中でまであのムカつき野郎の名前を聞くんだ。はあ、なんだよ、派ですかよ。なんで、
またお前だか。親戚のおじさんでももっとリアクション大きいぞ。俺と親戚のおじさんを一緒にするな。ハデスがいるってことはヘラクレスは俺様とあいつをコンビのように言うんじゃねえ。だがまあいい、今だけ、今だけだ。あいつはすぐいなくなるんだからね。また悪いこと企んでるんだろう。懲りないね。待て待て、何やる気になってる。戦略があるんだ。お前らと遊んでる暇はないんだよ。全宇宙が俺様に支配されるのを待ってるんだからな。大丈夫かな。負けすぎておかしなことを言い出しちゃってるけど。大胆族よ、復活の肩鳴らしだ。まあまあの飛距離だ。あの方角は、まあいいか。ご苦労さん。さあお仕事に戻って戻って。やれやれ、忙しい時に限って客が多い。一体何の用で。おいおい、久しぶりだってのに随分な挨拶じゃねえか。なんだ、今度はお前だか。あんたらに関わってうまくいった試しがないんだよ。もうハートレスも必要ないからな。今回は俺一人でやらせてもらう。さあさあ帰った帰った。お帰りはあちらから。二名様、お帰りでーす。好きにするがいいさ。私もやることがあるからね。ただし一つだけ教えておくれ。この世界に黒い箱はないかい？黒い箱？箱。箱って言ったらゼウスが地上に隠したあの箱か。ほう、それはどこにあるんだい。ほら会えただろ。たまたまだけどね。早く下ろして。ごめんごめん。久しぶりだね、ソラ、ドナルド、グーフィー。まさか空から降ってくるとは思わなかったけど、元気そうだ。こんにちは。うん、ヘラクレスも。でも、何があったんだ。わかるだろ、いつものことさ。ああ、いつものことね。そういえばさっき、そのハデスと会ったよ。
全宇宙を支配するとか言ってたよね。全宇宙だって？そりゃまた随分大きな話だ。まあハデスが何を企んでいようが僕がぶっ飛ばすけどね。さすがヘラクレス。そういえばソラ、何か目的があってここへ来たんだろう。ただの観光じゃないことは分かってるよ。あ、そうだ、完全に忘れてたよね。だってソラだもん。ちょっと忘れてただけだろ。俺、ヘラクレスに聞きたいことがあって来たんだ。聞きたいこと？ああ、前にヘラクレスは力を失っただろ。でもちゃんと力を取り戻した。ゼロからヒーローに。どうして取り戻せたのか聞きたくて。あの時メグが死の川に投げ込まれて、僕はメグを助けたい一心で駆け出していて、自分でもよくわからないんだ。そっか。どうしたんだい？俺もこれまでの力を失っちゃってさ、ヘラクレスに聞けば力を取り戻す方法がわかるかもって思ってここに来たんだ。そうだったのか。話は後にしよう。ああ、まずこいつらをやっつけないとな。大丈夫？メグ！大変なことになったわね。うん、ハートレスまで現れたからね。ソラたちがいてくれて助かった。そうだったのね。ありがとう、ソラ、ドナルド、グーフィー。メグ、もうしばらく隠れてて。僕たちはこの火事で逃げ遅れた人がいないか探してくるよ。気をつけてね、ワンダーボーイ。ああ、手伝ってくれるだろ。ああ、もちろん。ヒーローだしね。
頼んだわね、ヒーローたち。うん、フィル、メグを頼んだよ。安全なところに。聞こえるよ。どっちの方からだい？あっちの方から。助けてー。大変だ、女の子が逃げ遅れたみたいだ。急ごう。待って、走ってたら間に合わない。じゃあどうすればいいんだよ。この像に乗って。どうなるの？そう。これでいい？じゃあしっかり捕まってて。気をつけて。他にも逃げ遅れた人がいないか探そう。おやおや、ソラと王の手下がいるよ。マレフィセント、ピート、ハートレスはお前たちの仕業か。何のことだい？なあマレフィセント、王の手下はともかく、こいつ前に会った時より随分弱くなってるみたいだぞ。今のうちに倒しちまおうぜ。そんな雑魚なら放っておけばいいのさ。私たちにはやることがあるだろう。おお、黒い箱を手に入れるんだったな。余計なことを言うんじゃないよ。うん、私たちの目的が叶ったらまた相手をしてあげるよ。それまでにせいぜい強くなっとくんだな。じゃあな。待て。そら。大丈夫、いつものことだし。全然大丈夫そうじゃないよね。ピートに言われたのは聞いたのかな。大丈夫、いつものことだし。あんまり手伝いをやろう。大丈夫、いつものことだし。に言うなよ。自分で言ってたのにね。いつものことだし。やっ、よし。
じゃあ進めやるぞ。ねえ、これならいけそうだよ。よし。炎を渡ってみんなを助けよう。それで行くよ。逃げ遅れた人を探さなくちゃ。
いつらは俺たちに任せて。ちょっと待っててね。え？あなたたち誰？ヘラクレスは来ないの？僕たちだってヒーローだぞ。ありがとう、助かったわ。あなたたちもヘラクレスみたいな立派なヒーローになってね。やっぱり俺たち弱くなってるのかな。そうだっけね。おい、あなたたちって言ってたよ。みんなで頑張ろうね。おう。